タートしました。ダノンサーがロードクエストをくれました。好スタートは間から8番シュトロンがいいスタートを切りました。まず8番シュトロンが先頭で1馬身のリードを取ります。2番手には10番のグリマープリンセス、あとは3番手広がりました。間からは7番のブレイブスマッシュ、内から6番のパームハート、外から押し上げていきました。11番のカトルラポールで先団に加わりました。さらには3番のハートイズハート、差がありません。その後ろから13番コットンパールが続いて、インコースから並んでいきました4番カリスマフォンテン、間は12番のグランセブルスで3コーナーカーブに入っていきます。その後ろに1番のスターオブペルシャ、後方から5投目、2馬身切れまして14番のロードクエスト、そのうち9番のブライトピスケスが続いて、さらには後方から5番のダノンサーが後方2投目、最後方2番のブロンテの体勢。 3,4 コーナー中間です。逃げる8番のシュトラス、リードは体半分です。シュトロン体半分のリードです。2番手には10番のグリマープリンセスがつけました。外から押し上げていきました11番のカトルラポール、さらには外からぐーんと3番のハートイズハート上がっていって、さあ4頭広がって直線コースに向きました。さあ今度は間からグリマープリンセスが先頭か、しかし食い下がっている8番のシュトロン、2頭並んでいます。さあ2頭が並んだ体勢、3番手から差を詰めてくるのは7番のブレイブスマッシュ、残り 400m、 あとは1番外に出して追い込んでくる1番のスターオブペルシャ、さらに外から追い込んでくる14番ロードクエストもぐんぐん追い込んでくる。さあ先頭間から7番のブレイブスマッシュ、ブレイブスマッシュ先頭に変わる。そして14番のロードクエストが並んで、さあこの2頭争いだ。3番と争いは接戦だが8番シュトロン粘っている。先頭14番のロードクエストだ。ロードクエスト五輪、ロードクエストが制しました。2着7番ブレイブスマッシュ。